今見ていただいたようにですね、私たちの研究室では野菜や果物に含まれている成分やその変化を調べることを中心にしています。生化物の成分というのは、面白くて、うまく条件を誘導すると、それをコントロールすることもできます。例えばですね、これは、カリの熱水抽出液を使って、作ったゼリーですけれども、もともとのカリンの果肉にはこのような赤い色素は含まれていません。だけどもうまく条件をコントロールすればこのような色を誘導することができます。また研究の中ではこのような色味外観だけでなくて、その変化がいかに体に対して、有用な変化を含むかというようなことも調査しようとしています。ここは私たちが使っている実験の補助になります。私たちの研究室はラボが中心なんですが、実験で使う材料などをここで栽培しています。ここの栽培は農薬や化学肥料を使わずに栽培しています。これはルバーブという野菜で、私の研究で使っているものです。ルバーブはここの傭兵を食べる野菜なんですが、色が赤と緑の2つのタイプがあります。私の研究ではこの緑と赤の成分や品質の違いを調べています。これは、オオセンキョウアズキを育てています。このオオセンキョウアズキを、収穫のタイミングや、収穫後の乾燥によって、どのようにポリフェノールが変化していくのかを今後確認していく予定です。すぐ隣には素材園芸学研究室の実験の補助もあります。今の時期はナスが植わっていてとても綺麗だなと思います。またその隣にも温室があって、私たちの実験でも使わせていただいてます。私が実験の材料に使っているのがこちらの干し柿になります。干し柿は渋柿を材料にして作るものです。でこちらの渋柿は、渋柿は干し柿にすると渋みがなくなって甘いものになるのですが、実はこの渋み成分というのは干し柿になった状態でも、消えてなくなっているというわけではなく、食物繊維と一緒にひっついてそのまま残っているという状態になります。そこでこの渋み成分を調べるためにこちらの柿から、繊維を抽出したものがこちらになります。これを使って柿の中のこの渋み成分というものを測定していきます。干し柿から抽出したこの食物繊維の成分には、渋みの成分が一緒にひっついています。でこちらを分解していって渋みの成分を取り出して、それからこの機械を用いて渋みの成分を測定していきます。でこの機械を使って得られるデータがこんな感じのデータになります。でここで出てくるこの山の大きさや、この出てくる山の位置からこの渋みの成分が、どんな種類が入っていてどれくらいの量が入っているのかということが測定できます。Thank you.
これは大仙郷小豆といって、長野県の池田町の長い伝統を持つ在来種です。この北海道産の小豆と比較しながら加熱調理や乾燥でポリフェノールの含量や、成分の変化がどのようになるのかを調べています。こちらは凍結乾燥機です。この装置では凍結した飼料を、減圧下で乾燥させていくという装置です。この装置では小豆の抽出液をちょっとだけ入れてポリフェノールの成分の種類を確認しています。こちらの機械はガスクロマトグラフといって酸素や二酸化炭素の濃度を測定することができます。なので成果物の呼吸量などを測定することができます。で、僕の実験ではマルメロ果実を乾燥させてそれによる呼吸量の変化を測定していました。この実験は何やってるんですか？今はマルメロ果実中にある酸化酵素のペロキサーゼという酵素の活性を調べています。こちらが酵素が働いていないもので、こちらが酵素が働いたものになります。酵素が働くとこのように茶色く活変が起こるので、この色の変化をこちらの分光高度計で測定することで酵素の活性レベルを決定することができます。実際に AIS と AIS の NEBA 含量と、単純酸の吸着能を、散布図で示すと NEBA 含量が高くなるほどに単純酸の吸着能が高くなるという傾向が示されて、このことから NEBA が単純酸の吸着活性因子であるということが示唆されました。丸3番が、皆さんにちょっとお手伝いしてもらった土壌でこの発生した時の写真で、丸4番がその現在、そういうアク抜きを先にしておいて、でまた茹でて、でザルで茹で汁と小豆に分けたっていうサンプルも一応作りました。しました。なんかその、はい、今バッと見込み、こっちと同様にリン酸バッファーを 5ml 加えて遠心分離して、醸成を廃棄しました。この過程によって、残っている、この残酸に少し残っている可溶性のペロキシダーゼを洗浄しました。この過程を2回繰り返して得られた残酸について 5ml の塩化カリウム、1モラ塩化カリウムを含むリン酸バッファーを 5ml 加えて遠心分離して、得られた醸成を、セルウォールペロキシダーゼの素酵素液としました。